結婚を希望する独身の方の出会いと結婚のサポート拠点、山口結婚応援センター出会いませ山口。今回はセンターが開催した大規模婚活イベント、山婚姻開教館について紹介します。県民意識調査によると、独身でいる最も多い理由は知り合うきっかけがないということです。県ではその課題に対応するため、平成27年に山口結婚応援センターを設置し、出会いの場を提供するための婚活イベントなどを実施しています。東さん、今回の大規模婚活イベント山婚姻開教館はどんなイベントでしたか？はい、10月5日の土曜日に夜の幻想的な開教館を貸し切ってイベントを開催しました。対象は20代から40代の独身男女で、男性100人、女性100人の合計およそ200人が参加しました。貸し切って実施されたんですね。応募はどのくらいありましたか？はい、この度初めて実施する大規模婚活イベントということが影響したのか、定員の6倍となるおよそ1200人という非常に多くの方からご応募いただき、ニーズの高さに驚いています。今回参加されていかがでしたか？はい、男女問わずいろんな方が話しかけてくださったので、とても、はい、楽しい会でした。人数も多くて会話する時間が少なかったんですけども、いい出会いの場になったなと思います。そして楽しかったですね。内容、参加された方も楽しまれたようですね。山婚の他に婚活イベントの実施予定は今後もあるのでしょうか？はい、来年の1月から2月にかけて岩国、豊富、山口、宇部、下関で山口マッチングイベントを実施する予定です。山口結婚応援センターのイベント会員にご登録いただくと、大規模婚活イベントやマッチングイベントの情報がメールで届きます。ぜひご登録ください。登録料は無料です。最後にキャンペーンを実施中と聞きましたが。はい、センターではスマートフォンからお相手検索やお見合いの申し込みができるマッチング会員を募集しています。こちらは通常ですと入会金5000円がかかりますが、来年の3月末まで無料とする入会金0円キャンペーンを実施中です。ぜひこの機会にマッチング会員にもご登録ください。結婚相手をお探しの皆さん、山口結婚応援センターの婚活イベントに参加したり、マッチング会員に登録して素敵な出会いを見つけてみませんか？